皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校5年生の算数、割合のところの元にする量を求める方法について説明します。元にする量かける割合、これが比べられる量だったんですね。じゃあこの掛け算を実際の数字の掛け算、これで考えてみると、元にする量を求めるんですから、ここの部分がわからない、四角にした掛け算を作ってみましょう。四角かける3は18と、こんな式を作ってみました。じゃあこの四角かける3は18という、この式の時、四角を求める時どうしたのか、ちょっと思い出してください。四角を求める時には、この四角と3の積の18を3で割りましたよね。四角を出す時には18÷3と、こういう式でこの四角が実際にいくつなのかというのを求めましたよね。文字の式も同じように考えればいいんですね。ですから18のところにある言葉は比べられる量です。そして3のところにある言葉は割合ですから、比べられる量割る割合という式で元にする量が求められるということがわかりますね。つまり元にする量は比べられる量割る割合、この式で求められるということがわかります。ではこの考え方をもとにして4つの問題を解いてみましょう。四角1番、自然教室の参加希望者は12人で定員の 80% でした。定員は何人でしょうと。定員の 80% が12人ということですから、定員×80% が12と。では定員は元にする量に当たりますから、比べられる量が12人。12人を 80% で割るという式で求められます。80% は 0.8 ですから、式は 12÷0.8 と、こういう式になりますね。これを計算すると15ですから、定員は15に、こういうことになります。四角2番、サトシ君のクラスでメガネをかけている人は8人で、クラスの2割5分です。クラス全体の人数は何人でしょう。クラス全体の人数かける2割5分を小数に直した0.25が8人になっているということですね。ということは8人というのは比べられる量、割合は2割5分ですから、比べられる量の8人を2割5分を小数に直した0.25 で割ってあります。そうすると皆さんちゃんとね、計算してくださいね。32ですから、答えは32人、こういうことになりますね。はい、こちら3番に行きましょう。30人のクラスで24人が塾に通っています。塾に通っている人はクラスの何パーセントでしょうと、これはね、ちょっとね、この元にする量だけを求める問題だと、みんな同じような計算するので、ちょっとここでは割合を求める、問題を入れてみました。はい、割合はどうやって求めましたか、比べられる量割る元にする量でしたね。24人がクラス全体の何パーセントかというので、24人が比べられる量、元にする量は30人ということです。ですから24
る30、これを計算すると 0.8 と、 0.8 は100倍して80になるので 80% です。ですから 80% というね、こういうのが答えになります。この式ね、24÷30×100 で即80という、答えを出しても構いません。四角4番、当たる割合が 15% のくじがあります。当たりが12本だとするとくじは全部で何本もあるでしょう。全体の中の12本が当たりで、この12本は全体の 15% になっているという意味ですね。ですから12本が比べられる量で割合が 15% ということになりますから、12割る、この 15% を小数に合わせたら 0.15、 これを計算すると、80、だからくじは全部で80本あるということが分かります。よろしいでしょうかね。元にする量は比べられる量割る割合、このことを今日は覚えてください。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書やドリルの問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。